新たな冤罪を生む可能性が高まるとしたら、冤罪続出法案とも呼ばれかねず大きな問題です。国会では今日から刑事訴訟法改正案の審議が始まりました。犯罪情報の提供と引き換えに罪を軽くする司法取引制度の導入や、殺人などの重大犯罪で取り調べを原則録音録画すること、捜査のために通信傍受、いわゆる盗聴の対象を広げることなどが盛り込まれています。上川法務大臣は、虚偽の供述によって第三者を巻き込む恐れに適切に対処できると強調しました。